はい、皆さんこんにちは、カリアです。中日ドラゴンズ OB 再現シリーズ荒木選手編、最終回やっていきたいと思います。さあ、前回ね甲子園出場を決めてというところで、まあ今回は甲子園で一つでもいい順位、まあでも今まで、あいつに勝ったことがないので大浜高校かにそこまでまず行きたいですね。さあということで、いよいよ甲子園でございます。聖邦学園、新田くんとこか。さあ行こうぜ、ついに夢舞台にやってまいりました聖邦学園戦。球場今元気いっぱい、両チームのナインが飛び出してきました。最後、緊張感と期待感を共に抱きながらプレーボールがかかります。育成対聖邦、1回戦が幕を開けました。お願いしますと。バッターは2番に入っている荒木。平井、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。さあいよいよここでプレーができるわけですね。初球は何で来るか。アウトコース決まってストライク、低め外れました。3球目は何で来るか。ちょっとタイミングが、ボール2ストライクです。ああしまった、ボール球。三振。バッターボックス荒木、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。いいボールだな。オーケー、ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。これセカンド行けたな。順は2番荒木、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ツーアウトになっています。いやー今の打っておきたかった。さあ2球目は何か。オッケー、当たり。センター左のヒット、打ったバッターは1塁。新田君ってセンターだったんだ。いいナイス。さあここはしっかり打っておきたい。うん、よしよし。変化球は決まりません。うん、外に決まりました。追い込んでいます。やっぱ嫌い。中への変化球外れました。うん、タイミング合わせるの難しいな、やっぱり。うわぁ、負けたやんけ。選手たちも悔しさをかみしめながら戻ってきます。あっさり負けたやんけ。スタンドからは温かい拍手が送られています。甲子園の思い出を選手たちは持ち帰り、来年以降次の世代につなぎます。育成高校、見事な戦いぶりでした。いやいや、あっさり負けたな。4の2だけど。いやー、ムカつくな。違う世界軸の友達になってるんだよな。いやこれちょっとドラフトないですね。ああまた9位か。4000万、立浪選手とか、岩佐選手に比べると結構低い。いやー、ガリ幅少ねえな、やっぱり。よし、じゃあ、設定していきましょうかね。はい、ということで能力見ていきましょうかね。
今回はちょっとかなり不完全燃焼感が強い。総力だけはまあまあのところまで行ったんだけど、それ以外は総力ミートがギリ OK、 パワーもまあもうちょっと欲しかったところっちゃ欲しかったところ、まあご、まあ、まあパワーもまあ9大点っちゃ9大点だけど、ただ守備がもう全然ダメですね。唯一守備職人をつけられたのはいいけど、せめてショートを B、セカンドを A、もしくは S ぐらいまで持っていっておきたかったし、まあ、肩はいいんだろうけど、スローイング、補給、そこを A、B には持っていっておきたかったっていうことを考えると、まあ、完全に不完全燃焼。ちょっとね、これは、まあ、守備職人を取りに行かずに、行っても良かったのかもしれないけれども、いやそこはでもやっぱりね、守備職人はちょっと譲れなかったので、ちょっとこれはいただけないな。あんまりにも良くはないね。ちょっとこれは完全にね、盗塁走塁もね D のまんまだしね、せめてここはもう完全に、特に盗塁なんて A だしね、を A にしたかったし、バントバレも当然つけたかったところだし、まあ、チャンスはチャンスメーカーだからどっちかというとあれだけども、いやこれはちょっと厳しいな。今回は完全に30点40点レベル、いやちょっと個人的にすごく悔しい。まあ、もうちょっとやっぱり甲子園で勝ち進んでいけばっていうところなのかな。ただやっぱりどうだろう、投手の方が若干野手より作りやすいのかなとちょっと思ったりはしているかな。実際問題、その今回ね、あの前回の岩瀬選手の時、結局ね甲子園行けなかったですけど、ね、夏の県予選1回戦で負けちゃいましたけども、それでもね、っていうところはやっぱりある。それでもやっぱりね、S まで持っていけたし、300は普通余裕で超えてたので、そう考えるとやっぱりそうだね。まあ、キャプテンになれなかったっていうのも、まあ、辰巳選手の時もキャプテンにはなれなかったですけど、キャプテンになれなかったっていうのと、やっぱあと野島くんに会えなかったっていうのがちょっと今回の失敗かな。野島くんをね、探しに、野島くんに会う前に先に占領高校との、ね、練習試合が入っちゃったっていうのがあるんで、それがちょっとまあ敗因っちゃ敗因かな。はい、過去3人作ってきて一番ダメな出来でしたね。ちょっとリベンジしたいな、はい、さあということで、これで3人完成はしましたけれども、この後どうしようっていう話になってて、まあ、作りたい選手はねある程度作れてはいるんですが、まあ、まだ、作りたい選手はあと何人かいますので、まあ、考えていい、まあ、今あと考えてるのがピッチャーだと川上憲伸選手、山本昌選手、浅尾拓也選手、で野手だと、森野選手、あとは、まあ、そのなんだ生え抜きの OB っていうわけではないですけど、まあ、中日の監督もされてたということで谷繁元信選手、あとは、まあね、最後の方で最後ちょっと、ね、中日と上の方とごたついちゃって、中日を出ていってしまった荒木選手じゃない、井端選手とかも作っていきたいなっていうのは実際考えてはいるんですよね。で、まあ、あと外国人選手として、ブランコ選手、ウッズ選手とか、作っていったら面白いのかなと思ったりはしてるんですけれども、まあ、ひとまず次回はまたピッチャーに戻ろうかなと思いますので、まあどうしような、山本昌選手か浅尾選手か、まあ、そのあたりを考えてます。はい、ということで、まあ、今回は、こんな感じで終わりたいと思います。ちょっとかなり不完全燃焼が強いので、不完全燃焼感が強いので、まあちょっとなんとかやれるといいなと思います。はい、ということで
荒木選手編全3回見ていただいてありがとうございました。また、このシリーズ続きどんどんやっていければと思いますので見ていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またね。